長谷川豊は、日本の元アナウンサー、経営者、コンサルタント、プロデューサー。富士テレビ時代には、情報プレゼンター特だね。や、目覚ましテレビのアナウンサー、競馬実況などを担当し、フリーアナウンサー時代は、バライローダンディメイン MC などを務めた。2018年、東国の宮文化報奨受賞者。高校時代に、国民文化祭の朗読部門で、 全国一位。アナウンサー時代は、暴走、毒舌キャラとして知られ、2012年にフジテレビを退職した際には敬意をブログで公開し、いつも一言、多い、あのアナウンサーの、ちょっと滅多に聞けない話も出版した。アナウンサー退職後も、メディアや政治の裏側を語る講演活動を展開。株式会社オフィス長谷川。 株式会社メディアスターズの代表取締役を務める。1975年8月、奈良県奈良市に生まれる。落成中学校を経て、三重県にある日成学園第一高等学校に進む。当時の同高校は、イギリスの全寮制パブリックスクールであるイートンカレッジに習った全寮制で、長谷川は柔道部や劇団、合唱団で活動したという。 さらに、国民文化祭朗読部門で、全国1位、全国高等学校総合文化祭弁論部門3位、NHK 杯全国、高校放送コンテスト朗読部門、番組制作部門三重県代表の実績を挙げた。立命館大学と早稲田大学に合格した長谷川は、メディアリテラシーを専門とする、鈴木緑がいる立命館大学産業社会学部。 情報、メディアコースに進学。立命館大学放送局に所属するとともに、劇団を立ち上げて、脚本、演出、舞台監督を経験したという。また、二年生の時に、立命館のレガッタで実況を経験。レガッタで実況の難しさを痛感してからは、競馬実況者の杉本清を参考に、勉強していたという。メディアリテラシーでは、 鈴木緑の指導を仰ぎ、本人は一番弟子と可愛がられたと10回している。長谷川は就職試験に向けて、東京アナウンスアカデミーへ京都から、毎週夜行バスで通っていたという。3年生児の1998年1月から、富士テレビの入社試験を受け、面接では、競馬の実況をしたいと語り、西山菊江から提示された。 フリートークや二日間のセミナーを乗り越え、同年1月21日に内内定通知を受けたと語っている。長谷川は関西テレビが本命で他社の選考も並行していたが、富士テレビへの入社を決断したという。同期合格は内田京子と大橋真希であった。1999年4月、富士テレビに入社。 入社1年目は FNN スーパーニュースのフィールドキャスターや競馬実況を担当し、入社2年目の2000年から情報プレゼンター特だね、を担当。他にもスーパー競馬、みんなの競馬、笑っていいとも、増刊号、スポルト、などに出演する。二千八年にはフェブラリーステークスの実況を担当し、翌年にはビクトリアマイル、さらに翌年には NHK マイルカップの実況も務めた。2010年9月、同局アナウンサーの佐野水希の後任として、ニューヨーク市局に赴任、目覚ましテレビや、情報プレゼンター特だね。で、ニューヨーク中継を担当。2010年の予備選挙に備えたバラク・オバマ、大統領の演説を取材し、この時期インタビューを受けなかった大統領に握手をして、話しかけることができ、わざわざありがとう。 非常に良い,い戦いができているよ。というコメントを得たという。2011年7月には、スペースシャトルの最後の打ち上げをリポートした。2012年6月12日、フジテレビは、業務の規定に違反したとして、長谷川を、降格処分、本社人事局付けにしたと発表。その後は編成制作局、編成情報センター著作権契約部に配置替えとなる。 長谷川が富士テレビを退社する前月の2013年3月、河西晋介と小倉智明が長谷川の元を訪れ、いずれアナウンサーに戻されると考えていた河西からは退社を引き止められる。しかし、小倉からは、河西は、ああ言ってるけどさ、自分の人生っていうのは自分のためにこそあると思うよと応援されたという。2013年4月1日。 長谷川は14年間を勤務したフジテレビを自主退職。退職後にことの経緯や反論を記したブログを公開。ヒタレント系ブログの日本記録と言われる19日間で330万人の来訪者2400万の PV を記録したと報道された5月25日映画イケニエの次元マのプロモーション映像が公開され、その中でアナウンサー役で出演した。 同年7月14日、生贄のジレンマの公開記念舞台挨拶に、司会者として出席。これが、ネットでの活動を除くと1年ぶりに、公式の場への復帰となった。同年8月28日放送の東京 MX 日本団理に、代理司会として出演、テレビ番組に復帰した。同年8月30日には、いつも一言、多い、あのアナウンサーの、 ちょっと滅多に聞けない話が発売され、反響を呼ぶ。また、同年10月からは、同番組の毎月第1水曜日のレギュラー司会を担当。2013年11月からは、有吉ジャポンをはじめ、東京キー局の番組にも再び出演。高人オマネーでは、同年11月2日の放送で、第3大毒舌王に就任した。 翌2014年4月1日より、東京 MX にて、日本ダンディをリニューアルした、バライロダンディがスタートし、同番組のメインキャスターに起用された。同年11月28日には、テレビ大阪の夕方の報道特番、大阪の大問題で、フジテレビを退社して、以来初めてのニュースキャスターを務めた。2015年4月には、同局にて、夕方のニュース番組、 ニュースリアルフライデーがスタートし、報道キャスターを務めるようになる。また、2014年から2015年にかけて数冊の著書を出版している。しかし2016年9月にブログが炎上し、多くの批判を受ける。最終的に、ニュースリアルフライデー、上沼、高田の釘付け、バラ色ロダンディから交番。ブログを転載していたブラゴズとの契約も打ち切られ、 ゲストでテレビアニメペ,ペペペペン議員の声優を務める話も流れてしまう。長谷川はフリーアナウンサーとして講演会講師やトークショーの MC も引き受けており、講演会では伝える方法やメディアの裏側について講演した。100回以上の講演でメディアや政治の裏側を本音で語ったことが評価され、2018年11月1日には、 東国の宮記念会から東国の宮文化法省を表彰されている。一方で一人でも多くの人を救いたいという思いで政界に挑戦。2017年10月第48回衆議院議員総選挙の千葉一区に日本維新の開講人で出馬するも落選。2019年7月に実施予定の第25回参議院議員通常選挙に対しても 同年1月に、日本維新の会から比例区の候補として、公認を受けるが、5月23日に公認停止。6月10日には自ら公認を辞退する事態となった。2019年7月のインタビューでは、元アナウンサー、株式会社オフィス長谷川を経営する、会社経営者の肩書きで応じ、2020年6月の、時点で企業の広報や PR についての、 コンサルタントや企業顧問を展開。なお、コロナ禍に置かれた同年同月には、ズームで講演を行った。2021年現在、テレビ番組のプロデューサーを務めたり、株式会社、メジアスターズの代表取締役として、企業や自治体の広告代理業務などを担っているという。2012年6月12日、フジテレビは、業務の規定に違反したとして、 長谷川を降格処分、本社人事局付けにしたと発表。その後は編成制作局、編成情報センター著作権契約部に配置替えとなる。2013年4月1日、長谷川は14年間を勤務した、富士テレビを自主退職した。原因は、ニューヨーク滞在関連費用の不正使用にあったといい、長谷川はその全額を返還している。 長谷川は、インタビューにおいて、ある社員の勘違いが原因であること、4組6人の弁護士に相談し、不法漁毒の意思が全くなく、お金を返そうとしているのが明確なことから、横領には当たらないという見解を得ていたことを、語っている。長谷川は、法的手段に訴えることは見送ったが、退職後に、ことの経緯や反論を記したブログを公開。 このブログは19日間で330万人の来訪者2400万の PV を記録し、これは当時ヒタレント系ブログの日本記録として報道された。なお、ライブドアの調査によると4月2日に公開されたこのブログは5月22日の時点で400万人が訪れ2700万 PV を記録したという。さらに小学館から声がかかったこともあり、 退職の経緯を主に記した著書を執筆することになる。出版にあたっては、小学館の弁護士や法務担当者にも確認を取ったといい、2013年8月30日に、いつも一言、多い、あのアナウンサーの、ちょっと滅多に聞けない話として発売され、反響を呼んだ。この本には退職の経緯のみならず、堀江門による、 日本放送買収事件などの業界裏話についても記されていた。医療費の高騰に危機感を覚えて人工透析の取材をしていた長谷川は2016年9月19日付のブログで医者の言うことを何年も無視し続けて自業自得で人工透析になった患者の費用まで全額国負担でなければいけないのか今のシステムは日本を滅ぼすだけだ。 という主張を展開。しかし、保育園落ちた日本シねを参考にしたという、自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよ。無理だと泣くならそのまま殺せ。今のシステムは日本を滅ぼすだけだ。というタイトルに、読者から批判が殺到する。9月23日には、全国人造病協議会からも、抗議文が送られる事態に発展するの。 25日に、長谷川は謝罪拒否した。長谷川や家族に対する殺害予告が届き、最終的には、テレビ局のスポンサーや株主に対してまで嫌がらせや、脅迫が届くようになったという。長谷川は、テレビ大阪と協議の上、9月30日から、ニュースリアルフライデーを降板。読売テレビも、ブログやその後受けた抗議などを、総合的に判断したとして、上沼。 高田の釘付けから長谷川を交板させた。ブログを転載していたブラゴズでは無修正で掲載したことが問題になるとともに批判が殺到。長谷川の契約は打ち切られてしまう。当初は続投の構えだったバライロダンディも10月4日の放映を最後に交板となった。同番組アシスタントの安倍哲子は10月5日の テレビ放映の1時間前に、長谷川の交番を知らされたと言い,い、番組において仲間を失う寂しさを覗かせた。同日に、長谷川は全国人造病協議会へ謝罪文を送ることを宣言。10月17日付のブログでは、自身の再初宛てに卑猥な写真や性的な玩具が送られているとして警察へ被害届を提出することを公表。ブログの言葉について、 長谷川は、いらぬ偏見を植え付け、くだらない誹謗中傷を誘う可能性のある内容であったと謝罪した。キャスターの堀潤は出演番組で、長谷川の自分が過激なことを言うことで議論が広がればいいという考えを紹介したが、過激な文言はやっぱり議論が広がらない。過剰な批判しか呼ばないとコメントしている。また、長谷川は、自身のブログで、 あまりに多くの PV が来ることに、とても気持ちよくなっていた、中島さんの指摘する、ブログジャンキーだったのだと思うと反省し、翌年のインタビューでも、アナウンサーだから、内容や言葉遣いがあまりに攻撃的で行き過ぎていたと悩んでいたと、10回している。2017年2月6日、同年10月に行われる第48回衆議院議員総選挙に、 日本維新の会から千葉一区で出馬することを表明した。結果は落選。2017年の衆院選における主張は、毎日新聞社の候補者アンケートによると、アベノミクスを評価しない、原発は当面必要だが、将来的には廃止すべき、消費税率の10%への引き上げに反対、憲法改正に賛成、といったものであった。 2019年1月、同年7月に行われる第25回参議院議員通常選挙で日本維新の会から比例区の候補として公認された。しかし、公演において被差別部落に関する不適切な発言があったとして5月23日に公認を停止。維新の馬場幹事長は党として処分を検討すると語っていたが6月10日に 仲間に迷惑をかけるとの理由から自ら公認を辞退した。ありがとうございます。